高さも生かしていこうというシーンでした。攻撃少しトスの方も時間かかると、まあ、浦和が 4-4 のブロック作るのは早いですからね。そうですけどね。おお、西川高速のすごいカット、中を見て大森のクロス、西川が掴みます。ただゆうすけさん、両サイドからクロスが入り出しましたね。そうですね。あーっと、パントキックで西川の見事なボール、